こんにちは、アイルーです。今回のアプデは大増量。じっくり見ていきたいね。では早速お知らせ画面。一番上にはバランス調整されたクッキーが載ってるね。ミルクとトリュフが強化されて、薬膳とスモモとパプリカが調整されたんだぜ。また宝物ではマルチカメラが強化されたみたい。マルチカメラは新クッキーの本命味のコンビ宝物だよ。ちなみに今回のアプデでは骨クッキーだけじゃなく、新宝物も実装されたよ。他にはいろんな調整が載ってるね。今回のアプデの一番の変換点はこのギルバトの仕様変更かな。まだうちはギルバト始まってないからわかんないけど、書いてる通りの変化が起きてるんだぜ。上から見てくと、まずこれまでのギルバトでは、ステージごとに上位数人のスコアしか順位に現れてなかったけど、全員のスコアが関係するようになるみたい。そしてステージごとに使えるクッキーが決まってた仕様から、シーズンごとに使えるクッキーが決まる仕様になるのかな。どっちみちステージにあったクッキーってのはあるだろうけど、誰でもある程度のスコアを出しやすくなるのはいいことなんだぜ。さすがにタイムキーパー1強とかはないだろうしね。そして他にはチャンピオンリーグのビレッジが館ステージとやらに変更。そしてよく言われてた招待の仕様が変更。アイルーにもどうやればいいかの質問がよく来てたんだぜ。さすがに招待のことなんかわかんないよ。そして雨の確率とかが明記されるように。こんな感じだね。じゃあお次はイベント画面。一番上のこれは何だろう。挑戦、一週間ラン。後でルールとか見てみたらわかったけど、ただ毎日競技で走ればいいみたい。練習じゃダメらしいんだぜ。そしたら毎日報酬がもらえて、一週間後にはドバートもらえるみたい。なんかありそうなこのイベント画面だけど、多分やることはそれだけなんだぜ。よく見たら骨さん味クッキーもシンプルだって言ってくれてるね。レジェンドランクになると練習でもいいのね。無限にクッキーが左から右に流れていくの好きな人は好きそう。そしてその下のイベントはサイコロイベント。ミッションクリアしてサイコロ振りまくって進んでくだけだよ。感想報酬は全部回収しておきたいね。その次はお宝強化イベント。今回はマルチカメラだな。画面下に表示されてるミッションをクリアすればいいんだぜ。お次は簡単になった友達招待。友達いないから何も簡単じゃない。そしてログボ。続いてこの画面を見ていこう。まずはクキチャレだね。新クッキーが来て前のチャレンジの報酬が受け取れるようになってるよ。競技も新ステージ来てるね。宝物チャレンジもクキチャレ同様だね。そして骨さん診療所イベントが来てるよ。こういうイベント好きだけど好きじゃない。楽しいけどやること多いと疲れるからね。そんで本格的なのは後で投稿すると思うけど、とりあえず各クッキーで各ステージ S ランクだぜって感じなのかな。そして今回のイベントで大事な要素が処方箋。画面右の処方を変更を押すと、いろいろ出てくるよ。画面右の490、これが今の最大容量で、容量を超えないように各処方箋を選んでいくよ。それぞれの容量はそれぞれの右下に書いてるね。処方箋っていうドーピングをすることで S ランク達成しやすくなるね。また最大容量はこのミッションをクリアすれば増えるよ。最高スコア出すのに準備が必要なタイプのイベントか。それでドーピングがあったとしても、ほうれん草とか育ってないから無理だよって人用に。こんなものがあるよ。これは骨さんクッキーのレベルが、ほうれん草とかの使わないといけないクッキーより高い場合に、ほうれん草とかのレベルが骨さんのレベルに合わせられるシステムだね。そしてここで問題になってくる骨さんを育てる価値があるのかについては、今日の18時に多分投稿するから見てね。こういう動画上手くなったわね。一昔のアイルーならここで言っちゃってたんだぜ。果たして言わなくなったのがいいことなのかどうかだよね。性格悪いって思われたくないから大雑把に言っておくと育てる価値ないと思うよ。でもこれ嘘かもしれないからやっぱり18時に投稿する動画見た方がいいよ。じゃあののし。